おはようございます。実況きまどめし第6弾、今回はですね、とある、廃神社にやってきました。いやー、ちょっと駐車スペースがね、もうここしかなくてですね、見えるかな、もう下がね、タイヤが多分はまるすんところまでぽっかり空いてますからね、ここは。ではね、探索してみたいと思います。まずですね、やはりこれじゃないでしょうかね。インパクトがある、この像とね、上は鳳凰ですか、わかんないですけども。この像の鼻は折れてますね。一体どういう関係の宗派なんですかね、ここは。特にね、ここは恐ろしい、まあ、特徴的な神様がいていると。この山は恐ろしい神様の山です。その神様は七面大明王と申します。大明神か。今までにこの山の神様の怒りに触れた何人もの人が生命を取られています。怖っですね。ちょっとこっちはどんな感じでしょうか。あ、トイレですね。こっちは、トイレです。じゃあね、あのメインの方に入っていきたいと思います。中はね、入れないように鍵がかかってますね。やはりね、高槻市といえばね、関ジャニ∞の村上さんが有名ですけども、私の中で有名なのはこの廃神社と立ち祖ですかね、高槻地下倉庫と言われてる。あそこね、どこにあるんでしょうかね。探してもなかったんですよね。奥の方にね、あると思うんですけども。あ、ここもね、前回の白鷹大臣ですか、ちゃんと読めてるかわかんないですけども、こちらも狐の顔をした、あ、鳥踏んだかな、さすがに。こんな感じです。最上位って書いてますね。稲荷大臣、大明神。位が高いとこなんでしょうかね。前回ね、ここ来た時は本当にね、虫だらけで、まあ毎回同じこと言ってますけども、よいしょ。なんかね、セアカゴケクモですか、なんかそれに似たクモがいてたんで、ちょっとあんまし行動はできなかったんですけども、ここはもう入れないですね、完全に。よいしょ。ちょうどね、この時期ぐらいがやっぱいいんですね。ああ、こっちもなんか階段がありますけども、先にこっち行きましょうか。このね、緩い階、坂の方ですね。まず先にクリアしていきましょうか。多分ね、ここも車通ると思うんですよ、さっきの道ね。でも本来はね、あんまし通らない道と思うんですけどね。あんだけ狭い道なんで。でももし万が一ね、見つかったらね、まずいと思うんで。よいしょ。あ、なんか見えてきましたね。ここはやっぱ修行するとこなんですかね、きっと。あ、虫が。
コンクリートみたいなのが、うん、よいしょ。なんかね、滝に竜のね顔をしたやつからなんか水が流れていってる感じですかね。うん、あそこにね、なんか仏様みたいなのこう置いてありますね。本来ね、ここにもなんか置いてあったんでしょうね。完全に開いてますけども、あのとこにいっぱい本なんでしょうね、ここもね。やっぱこういうところは人が、住職ですかが亡くなってからやっぱり後継者がいなくなったりとかするんですかね、やっぱし。よいしょ、ついてました。人が、普通に下にいてました。はい、これバレてもいいんかな。ちょっと上だけね、上だけなんで、上見たらもうすぐ帰りますんで。これね、落ち葉に隠れて開いてないかな、穴が。びっくりしましたね、その人が普通に出たんで。よいしょ。前回はね、入り口に門がね、ゲートみたいなのがあったんで、立ち入り禁止的なね感じだったんですけども、今は普通にも開いてたんでね、いいのかな的な。あ、さっきのやつが下にありますね。ってことはさっきの滝がね流れてさらに上の方をね行くって感じですかね。うわ、きっ、狭いな。まださらに上か。この水な神社に来ました。はい、あとね、前回ね、とある三重県にあるとある大型廃墟行ったんですけども、もう真っ暗でしたね。ライトの照明不足でもう中央しかね照らされてないっていう、本当に申し訳ないです。前回はもう失敗作みたいな感じですかね、自分的には。まあこんな感じですかね。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。